議員さんこんにちは。本日は丹波市市議会議員の近藤則夫さんにお話を伺います。近藤さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。ね、今日はね、昨日の夜から雪が降って、ね、そうですね、雪降りましたね。今年の冬はまあ雪景色が少なかったんで、まあ久々かなっていう感じは ね、はい、ね、したんですけど、スキー場もやれやれとちゃいますかね。ちょっと遅かりしやね、もうかもしれません ね、今からちょっとこの冬の分挽回するのはなかなか難しいと思いますが、先週はまたこれまたね、暖かい日で、そうですね、結構暖かかったです ね、一気にこのまた雪景色ということで、はい、この乱高下じゃないですけどね、まあ、このちょっと体調維持にね、気をつけないかんということと、ね、はい、あと今ね、世間をね、震撼させておりますコロナウイルスですね。そうです ね、 ね、これもちょっとどないなるか分からへんだけども、まあ皆さんね、手洗いうがい ね、していただいてね、防いでいただくっていうのがまず一つね、大切じゃないかとは思いますけども ね、はい、はい、もう2月もね、あっという間に ね、終わってしまいそうですが、3月議会がまもなく、ね、はい、そうですね、始まるんですね。もうすぐ始まります。いつから始まるんでしょうか。初日は2月の25日になりますね、はい、今回は、まあ、3月議会ということになるんですかね、はい、大きな、まあ、目標じゃないけども、何を議題に上がるんですかね。まず令和2年度に向けて、どういうことを自治体としてしようとするかというような、まあ、市長の姿勢表明言うんですかね、はいはい、それと教育庁の、まあ、教育方針を、まあ、発表されて、はい、まあ、一般的な議案の審議は、まあ、もちろんあるんですけども、まあ、特に3月は、来年度の新年度予算を審議する議会になります。ということは4月からもう執行される分の分を、ね、はい、いや、まあ直前ですけども、そうです、まあ、まあほぼほぼ決まりは、はい、ね、大まかは決まってるかとは思うんですけど、もう数字は上がってますんで、はい、まあ、例えば新年度予算が、はい、例えば議会で不採択なんかになってしまうと、うん、まあ言ったらその予算が使えなくなってしまうわけですね、はい、で、まあまあ不採択にはならないと思うんですけども、うん、だからなおさらそのやっぱりこう議会としても慎重に審議して、このお金が、まあ、多い少ないは別として、はい、本当に市民にとって大切な使い方なんか、市にとって、必要な使い方なんかというところは、やはり前年度の予算とか、あるいは前年度の、前々年度の、まあ、決算の金額を見ながら、はい、まあ、慎重に審議を、うん、しなければならないという、まあ、大切な議会にはなってきます、はい、まあ、そうですね、まあまあ、ほぼ、まあ、前年通りの、まあ、内容でしたらね、はい、その金額を見たらまあまあかと思うんですけど、また新しいことをやり始めたり、そうですね、まあ、去年やってたけど今年はやらなかったよというようなこともあるかと思うんで、うん、まあ、いろんな事情で事業が翌年度回しになったものもありますんで、はいはい、なかなか、はい、大変ですね。土少年を入れて、前回もね、ファイルに何冊かドバッとね、はい、資料を見せていただいたんですけど、はい、まあ、あれ全部ね、見るのがまず大変やと思うのと、そうですね、でなかなか金額がね、普段自分の使ってる生活の金額と丸がね、うん、まあ、ちょっと違う5つも6つも違いますんで ね、ちょっとその辺がちょっと慣れないとね、難しいかとは思いますけども ね、まあ、大変な仕事でございます。それから、今日、まあね、見えたんですけども、2月の17、18は、まあ、はい、この辺で言うと、まあ、貝原の、ね、役人さん含め、役人さんですね、ね、役人さんもあるんですけど、近藤さんは今年は役人さんお参りどうかされたんですか。まあ、それこそは、まあ、子供がね、小さい時には、はい、
お父さんお母さん連れてって連れてってで、うん、よく行ってたんですけども、はいね、今年行くんかなと思って娘に言いましたら、うん、なんでお父さんと一緒に行かんなんのって聞きました、まあ、言われましてで、まあ、私も還暦 の、はい、前役になりますんでね、はい、でもちょっとお参りはせないかんのかなと思いながら車で5分ぐらいのところに、はい、まあ、そこも地元で役人さんされている神社がありますんで、うん、はい、そこへ昨日夕方に、まあ、ちょっとお参りに行かせていただいて、はい、まあ、今の宮司さんの息子さんが、まあ、中学校時代の同級生でして、はい、帰ってきとんちゃうかなと思って、うん、まあ、神戸に住んでるんですけどね、はいはい、行ったらやっぱり帰ってきとりまして、おい久しぶりやな言うて、ちょっと、まあ、10分ほどうざうざと言うて、うん、はい、まあ、まあその程度で役人さんは帰ってきました、はいはい、なるほど。役人さんも調べるとね、丹波市内にもね、うん、たくさんあるんですよね。何か所かあるみたいですね、はいはい。今日もね、青垣の方がねお話しされてたら、青垣だけでも 2か所か3か所かあるようなこと言ってらっしゃいましたしね、まあ有名なのは、まあ、貝原八幡さんということで、ね、あそこへ、ね、行ったらやっぱり三反随一とかで、ね、ずっと流れてますから、はい、すごいなと思って ね思ってますけども、まあ、皆さんもね参られたかと思って、まあ、昨日ちょっとね夜寒かったんで、はい、ね、大変やったとは思いますけども、ね、やっぱり人混みを見るのもやっぱ楽しみというか ね、ちょっと屋台へ寄ったりね、若い頃はね、はい、こそっと行ってでその知り合いが、はい、そのたまにやっぱりアベックで行くとんですよ。おその彼女彼氏と一緒にね、はい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 、うん、あ何やあいつら突き落とったんかいってねそれを探しに行くんが結構面白くて高校の時も行ったり、就職してもこそっと行ったり、なるほど、ね、で自分がそうしとったもんで、うん、彼女がいたとしても絶対役人さんだけは彼女と一緒に行かんとことかねまあそんな話をね友達とよくしてましたね。懐かしい思い出ですね。なるほどね、確かにそうですね。あ、私もね昨日ねちょっと行ってきたんですけどね。あ、そうなんですか、はい、まあ人の多い時間結構いっぱいでしたわ。あ、そうでしょう ね、はい、ね、まあ準備される方もね大変やろうし、だんだん行く人もね知ってくれてるようなこともね聞きますね。 そうですか、はい、まあ、その日を避けてね行かれる方も増えてるらしいみたいですね、はいはい、それは聞いたことありますね、はい、まあ、そんなこともねありまして、はい、行かせていただきました。それから、近藤さん、もう子供さんも大きくなられて、はい、どうです、もう全員出てらっしゃる、まだいてはるんですか。ね、はい、上が男の子で下が女の子なんですけども、はい、上の息子は、ちょうど今年成人式でして、お、はい、今舞、まあ、はい、鶴の方の学校へ、行っとんですけどね、はい、一応まあ、この3月で卒業なんですけども、うん、はい、あと2年延期して、試験が受かれば、うん、あと2年行けるということで、はい、まあ、なんとか試験受かったらしくて、お、はい、あと2年延期して、はい、今より専門的な、うん、なんか勉強がしたいのか、はい、どうなのか、はい、家に帰ってきたいないのだけが理由なのかは分からないんですけどね、はい、まあ、でも自分が進んであと2年行きたい言うから、はあ、まあ、まあそう思うんやったら、うん、行ったらはということ で、 そうです、ね、はい、まあ若い時に身につけた、ね、このいろんな知識っていうのは一生もんですからね、はい、知識、まあ、それが役立つ役立たないは別として、でも全然関係ないな思って経験したこともひょんなところでね、役に立つこともありますしね、まあ、なんとかね、はい、役に立つ仕事についてくれればいいかな、うん、まあ、でもそうですね、学生の時に習うっていうのはやっぱりその基礎ですからね、うん、あるもうあらゆるものの基礎になりますので、その上にまた、ね、勤めてからの仕事はまたね覚えていくことになると思いますのでね、はい、まあ、でも一生懸命ね頑張ってらっしゃるのでやっぱりね後押しせないかんですね。下の娘がこの3月で高校を出て卒業するんです、はい、
はいはい、でどうも4月からは、うん、はい、京都の方の大学へ行くみたいで、あれは、まあ、先日、はい、家内と娘と私と3人で、はい、アパートを探しに、あ、まあ、行ってきまして、なるほど、昔で言う下宿でございますね。ああね、今なかなか京都はやっぱり高いやろうしね。そうですね、まあ、できるだけね安いところで、うん、まあ、そうかというとやっぱり若い女の子ですんでね、気がかりやね、多少のやっぱりセキュリティもしっかりしているところがいいかな、うん、で、まあ、しかも学校に近い方がいいかなというところで、はい、まあ、結構近くで、うん、まあ、お手頃な家賃で、はい、まあ、部屋も実際見せてもらったんですけどね、まあまあいいかなというところを、うん、まあ、3箇所見た中で、ここが一番良、うん、かったって本人が言うもんで、うん、まあ、そこは大家さんの行為で洗濯機と冷蔵庫は置いてくれとってんですわ。で買わんでいいんですわ、はい、あと、まあ、炊飯器とか電子レンジとか、うん、まあ、仕事とか授業で使うパソコンとか、はい、ホームこたつとかね、そういうのも買わないといけないんですけど、はいはい、アパートの入り口のところに、そこへ入所しているものしか入れない玄関、うん、結局、まあ、そこにもセキュリティがあったり、はいはい、で部屋ももちろん、オートロックですし、うん、まあ、結構、まあ、そんなに新しくはなかったですけどね、まあ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 の家賃で、まあまあここやったらしゃあないかな、ね、これ以上高いとこ良いとこ入りたいんやったらアルバイトして自分で家賃払ってアパート探せとは言うとんですけどね。あ、そうですね、うん、本人もここでええわ言うんで、まあ、そうですね、まあ最初はね分からないんですけどね、やっぱりお友達といろいろ話したらね、ええとこあるわ見つけてきたり、うん、なんかすると思いますんでね、今時の子はいろいろ、まあちょっと親の考えとは違う発想してますのでね、まあどうなるかは心配ですけどもね。そうですね、やっぱり京都、まあ、はい、ね、息子の舞鶴と違いまして、やっぱりちょっと都会ですんでね、まあ便利という面もあるし、うん、まあね、都会暮らしが慣れてないもんで、まあ、その辺のこともありますんでね、ちょっと心配といえば心配なんですけども、はい、はい、ということは、4月に下の娘さんが家出られたら、はい、もう年寄りばっかりになるんですか？年寄り言うたらいかんな、ごめん、近藤さんを捕まえて年寄りっていうのはいやいや、まあ、年はもう還暦の前役ですんでね、そうです、私と家内になってしまいます ね、 ね、恐ろしいようになりますね、まあ、確かに丹波市内ほんまに言うたらいかんけど年寄りばっかりの世帯なりつつありますね。そうそうそう、はい、まあ、お袋がおるんですけどね、うん、ちょっと、まあ、いろんな体調のこともあったりして、はい、今ちょっと施設で預かってもらってるんです、うん、ですから4月から5人家族で4世帯になるとね、出費がまたね、あ、いいね、重なりますね、まあ、そうなんですわ、やっとんですよ、ね、頑張ってもらわんといかないということで、はい、でもまあどこの家もそういうパターンがね、多いんでね、うん、でまあその大学行ったり就職するのをきっかけにね、家族が1人減り2人減りして、結局残ってるのはね、じいちゃんばあちゃんっていうね、家庭も本当に多くなってきてますんでね、まあ、やっぱりそういう中でぜひともね、若い人をこう呼び込まないかんので、自分の息子は帰ってこいよとね言いたいんやけど、なかなかそうもね、はい、うちの近所でも、まあ私らと年の変わらんご夫婦だけで暮らしておられる家がちょっとここのとこ増えてきました ね、子供さんが就職なり大学なりで家を開けておられるというようなところが、はい、はい、本日は丹波市市議会議員の近藤則夫さんにお話を伺っております。近藤さんの方からリクエスト曲をね、お聞きしておりますので、はい、ご紹介していただいてよろしいですか？はい、春夏秋冬という歌なんですが、まあ、丹波市内にも春夏秋冬いろんな
見るところ、遊ぶところ、食べるものがありますんでね、まあ、この歌を聴いた方はぜひとも春夏秋冬問わず丹波市に来てほしいなということで、はい、春夏秋冬という歌をリクエストさせていただきます。曲やねこれ。またそうですか、渋いですねなかなかええ選曲でございますが。そうですか。この曲には何か思い出があるんですか。まあ、先ほど言いましたようにやはり丹波市は残念ながら海はないんですけども、うん、春は桜が綺麗ですし、はい、で夏はバーベキューができますし、花火も上がりますし、秋の、ね、もみじも綺麗し、はい、まあ、北ほど雪は降りませんが多少雪も降りますんで、まあまあ、そういうことでいろんな方に丹波市へ訪れてほしいなという、まあ、そんな思いの中で、はい、リクエストしました。ありがとうございます。近藤さんね、まあ、娘さんも、ね、はい、子供さんも出て行かれても、まあ、いや年寄りばっかりの話ね今してましたけどね、はい、なんか今習ってらっしゃることがあるんですか。いや、ね、はい、娘がその一人暮らしになって食べることやら洗濯用するんかなので、それがまあ心配なんですけども。あ、まあ、それは何、娘さんがちゃんとできるかってことが心配で。そうそう、はいはい、で、まあ、この間からね、ええ、なんや台所でその料理作る夜雰囲気はなんか違うな思ったら、娘がシチュー作った日と、はい、それからその後はハンバーグを作りよったかな、うん、はい、何をよ家内がしゃべり持って作っとんかな戻ったら、その教えよったわけですね。は、うん、このシチューするんやったら肉はこういうふうに切れとか、はい、野菜はどうせとか、うんうん、なんかしゃべり持って何をブツブツ言いながら料理作っとんから戻ったら、うん、まあ、そんなことでしたね。あ、はい、でもお母さんにとっちゃ楽しみというかね、うん、で今日もね、うん、お昼過ぎ僕1時過ぎに仕事から帰ったら、いつも娘が食べたお茶碗が炊事場に置きっぱなしなんですよ、うん、で、あれ今日お茶碗も何もないなあ思って、うん、で2階上がって娘に「え、昼ごはんまだ食べてへんの?」って聞いたら、「もう食べたい」って言うんですよ、はい、で「え、お前お茶碗やらお皿やらなかったぞ」言ったら、ちゃんと洗い物したいって言うんですよ。ほなもうお前毎日せえよって言ってたんですけどねなんかどうも家内に言われたみたいで、ちゃんと洗い物もしよう言って、ね、いつもしたことなかったんですけど、ね、これまた明日雪降るかもしれませんよ。いや、ほんまやね、ちょっと気ぃつけましょうかあ、やっぱりね、うん、着実に変わりつつありますね、うん、ね、成長してますね兄貴、まあ、息子の方がね、うん、そういうことはきっちりしょるみたいですわ。はあ、食べに行ったりばかりせんと、はい、うち帰ってきたらある野菜を持って帰ってね、うん、最近でしたらキャベツとか白菜とか持って帰ってね、はい、なんかしょるみたいです。あら、はい、ほんまにしょんのかどうか知りませんけど、はい、まあそのうちね味わえるかもしれませんからね。そうですね、楽しみですね、はい。ね、本日は丹波市市議会議員の、ね、近藤則夫さんに、ね、お話を伺っておりますが、近藤さんどうですか、議員になられてからやっぱり正月年末年始忙しくなりました。まあ、以前がね、まあ、お葬式の仕事をしてた関係で、うん、はい、まあ、12月は31日まで仕事して、はい、まあ、正月は1日からもうずっと仕事出てましたん で、はい、で消防団員の時は年末警戒ずっと夜中までついてましたんで、うん、はい、もうそれもないということになると結構時間を持て余すようになりましたね、年末年始に関しては。反対に現役の頃よりも、はい、まあ、ちょっと余裕ができて、はい、何しようかいないう感じで。そうですね、まあまあ、良いことといえば良いことなんですけどね。家におらんかったらおらんかったで
間に合わへんで叱られますし、はい、折ったら折ったでもう掃除せんなのに邪魔になるって言われるしで、はい、どっちにしても叱られます。でもまあ4月からね、毎日顔合わせないかんのでね、2人でねどうしましょう。はい、ね、まあね、やっぱりそこはにっこり笑ってね、はい、答えないとね、夫婦円満のね、元でございますので、ね、はい、それから、議会の方ね、3月、ね、はい、から、まあ、2月の25日から3月議会ということでね、はい、始まるようですが、3月は議会の中で、会派の代表質問があるんですかね。はい、そうですね、6つの会派の、まあ、誰がしてもいいんですけどね、はい、会派代表質問ということで、3月の12日、9時から始まります。でおそらくその日のうちに、6人の代表の者が質問して、あとは個人の、まあ、一般質問ということで13日と、14、15が土日ですんで、16日ですか、12、13、16が一般質問の日になりますんで、またね、平日ですんでお仕事もあると思うんですけど、まあ、一人でも多く来ていただけたら、特に市長の姿勢方針なり教育長の教育方針に対する質問もたくさん出るんじゃないかなと思いますので、ぜひとも傍聴に、来ていただけたらというふうに思っております。はい、ありがとうございます。議会の方ね、会派代表質問並びに一般質問の方がね、はい、3月ね、12、13、16あたりですかね、まあ、ひょっとして何かの関係で前後するってことがあるかもしれませんけどもね、はい、まあ、議会の方へはですね、どなたでもね、はい、その日にもう行けば、はい、本所のね3階まで上がっていただいて、はいはい、事務局がありますんで、そこで受付していただいたら、はい、結構ですんで、そうですね、ぜひともね、はい、一度はやっぱりね行っていただきたいのと、ね、あともしね行けないけどという方はインターネットでもね、そうですね、ネット中継もありますし、ね、はい、録画中継もありますんで、はい、はい、ぜひとも、そうですね、はい、ぜひとも、ね、ラジオをお聞きの皆さん関心を持ってね、やっぱり見ていただきたいと思いますね。はい、本日は丹波市市議会議員の近藤則夫さんにお話を伺いました。もっともっとねお話をお聞きしたいんですけども、はい、時間の方がねあっという間に、ね、来てしまいました。そうですね、早いですね、早いことをね過ぎますね。そうですね、はい、それではまた来週、皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。